皆さんこんにちは、四軸的心です。私は、太田川洪水対策工事、太田川右岸側にいます。こう高く積まれていたあの砂の山もですね、日々、背が低くなっていってます。今先ほど満潮だった感じなんで、満潮になるとこんな感じなんですね。もう土のうで作った通路が一部沈んでる感じですかね。で、巣ももうこんだけになりましたんでね。もう大須橋水門が影になって見えないぐらいの巣だったんですけど、もうわずかにあれだけ。あれも結構あの周り結構深く掘ってる感じなんで、最終的にはあの残ってるとこも取るのかなと思いますね。海岸のあそこもなんかやってんですよね。あれは何なのか今一つ分かりませんが、洪水対策工事に関連した工事かなとは思います。はい、まあ、まだあの満潮にほぼ近い感じで重機に動きがありません。本日は、これにて終了ということにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。